今日はもう仕事しません。お話し会ありがとうございました。明日もお話し会です。メイドですよ。メイドさんは従順じゃないです。全然言うこと聞きません。嘘です。確かにちゃんと服着たメイドはお話し会来てくださった方限定ということで、もうショールームの方は、まあ、頭だけで頭のみのあれとなってます。これ今日これじゃなくてもう一個メイド着て、そのやつはこのリボンついてないバージョンやけど、そっちの方が可愛くて形でも、ちょっとこっちの方がリボンついてて豪華やからこっちにした。でもなんかさ、なんか似合ってる？2種類見えれた、嬉しい、ありがとうございます。あ、メールに写真送るよ、もちろん。ちゃんと服着たメイド、今は、頭しかつけてないからカチューシャだけ。そう、メールには送りますね。写真も先載せました、 SNS に。見た？似合ってる。満足しました。あ、ツイッター見た。おお、嬉しい。そう、赤も来ました。赤は初お披露目やってん。インスタには私服のやつ、朝1部と2部できた写真を載せました。それもね、ちょっとだけセクシーな感じの服です。まあお話し会じゃあんま分からんけど、そう、でもお話し会でもちょっとセクシーすぎるかなって思ったけど、でも後ろが大胆に空いてる服でした。写真でもあんま見えへんかったけど、これもメールで送ります。SNS たくさん更新してくれて嬉しい。こういうきっかけがあると更新しやすいですね。明日もだから更新するよ。明日何やったっけな、明日何やったっけ、あ、CA や、 CA さんです。アテンションプリーズ。あ、 CA さんもなんか注文聞いてあげる、ご奉仕って感じ。ちょっと似てるな、メイドと。全然違うけど、うちの見えんかった。見えた人は多分いないと思う。
仕事しすぎ。いやほんまに今日も今日もメイドで働いて、明日も、明日は機内で働いて、転職しすぎや、どうしよう。キョンシーはやったことないわ。確かにハロウィンもね、可愛いのしかやったことないかも。嘘変なんもやったことあったわ。メイドに見えてるかなこれ。あ、でもここに書いてたんやった。タイトルに書いてたからわかるか。そうやで、夜だけ寒いな。もう昼は結構あったかい最近。いい感じ。動物系、着ぐるみは全然してないかも。やりたい。今日はいっぱいなんか、おかえりなさいませみたいな恥ずかしいセリフをたくさん言いました。もう言いません。もう今は仕事放棄の時間なんで。そうそう、こないだね、こないだじゃないわ、2年ぐらい前に、何やったっけ、ペニーワイズの仮装をした。それあれはちょっとホラーやったな、ガチで。怖いの苦手な人に、あの SNS とかに載せたら、ほんまに怖いからやめてってちょっとクレームきました。でも夜見たら怖い。イットのやつ、そうイット、トラウマ？そんな？じゃあちょっと来年はあれ以上、今年か、今年はあれ以上目指すわ。何が怖いかな、ゾンビとか？もう誰もお話か来てくれへんくなるかもしれへん。ゾンビ、ゾンビしますって言ったら来てくれる人いるんですかね、お話し会で。ビリビリみたい、どういうこと？ビリビリやってほしいってこと？そういえばこの間あのおといたちの収録行ったんですけど、やらされましたビリビリなので、あのその放送を見てください。まだ2月頭ぐらいなんで、そこでビリビリされたシンシン見てください。ほんまに嫌い、ビビリだから。なんかあのビリビリが怖いっていうか、ビリビリするまでのあの時間がほんまに怖くて、どんだけビリビリが強くても、どんだけビリビリが弱くても同じリアクションすると思う。ビリビリしなくても多分リアクションしちゃうわ、怖くて。やだよね。
ベタなセリフ言わせてごめんなさい。ほんまに。ほんまに。静電気、心身静電気やばくて、なんかあのすれ違う人とすれ違うたびにバチってなって、ごめんみたいな毎日やってる。なんか自分でバチってなったり、めっちゃ電気持ちかもしれへん。この今髪の毛もね、めっちゃ静電気で、いつも服に髪の毛張り付いて全然アイロンでき、朝とか発電してます。ビリビリにビビリ、ビリビリにビビリ難しい、いい早口言葉やん。ビリビリにビビリ、ビビリビビリ、ビリビリにビビリこれちょっと言えんくない？ビリビリにビビリ難しいわ。そういえばラジオで思い出したけど、来週のアモーレマッタリーノはシンシンがゲストなので、金曜日かな、金曜日らへん出ます生放送です、生出演です。ハーサさんから回ってきました、2回目です。日曜日のガールズトークもよろしくお願いします。明日やで、明日の16時半から。メイドかわいい、お、ほんまにメイドと認識された。てっぺんラジオ、でも割と最近出たからな、1ヶ月、あ、いつ出たっけあれ、年末かな、年末に出たの。え、もうちょっと前やったかな、結構時間経った、もしかして。コスプレの中でメイドが一番怖い、ほんまに？でもメイドが一番やってるかもしれへん。レイコちゃんがシンシンからちょっかい吐いてほしいって言ってたって誰かも言ってた、なんかそんな、なんか公共の電波で言ってたすごい、ほんまにめちゃくちゃたまに、レイコさんと私推しの方がいはって、それを2人ぐらいにあの話し会で言われました。だから、あ、お話し会で言ってたんか、お話し会かなって思った、でそういう会話したんかなって終わったらちゃうかな。ガールズトークは早朝だから滑舌悪い、そうやで夜やったらもう絶好調やねんけど、まあ、いつも朝やからちょっと、そう、そういうこと。
言えるけどやっぱあさって頭回ってないから言えてないだけで、夜は言える夜は言えるし、パンタ三姉妹もあそうこの間のしゃべくりアワーで勝手に結成したので、ふわりんとコハタンとシンシン、テニスウェア着てないで誰と間違ってるんですか本当に三宮の映像は18日まで流れてるんで、あと2日ぐらいも流れてます。警察官、そう、1日通信司令官は終わりましたが、映像だけは流れてるので。すごいよねスクリーンで、見に行きたい。あ、うわー、見に行きたいな。そうや、忘れてた、ショールームでは話してないわ。ミックスジュースの公演が1月31日になりました。めっちゃ早くてびっくりした、まさか今月とは。全然まだ実感がないんですけど、でもすごい、ほんまにもうガチバトルって感じやな。頑張ります、頑張らなな。グループ B です。2組目なので、そう、でも唯一の日曜日なんですよ。土日のグループは B だけで、まあ見てくださる方も、まあ土日やからお休みの方が多いかなって思うから、ね、見てくださる方も多かったら多いかなって、ちょっと気合い入れて頑張ります。さくらんぼ担当です、片割れ募集中、審査員ね、めちゃくちゃガチじゃん。ね、でもその前に千秋楽があるから、千秋楽もね、オンライン配信 DMM は多分配信されるんじゃないかなって思います。DMM でもチェックできますし、なんかもう今から緊張してきた、早すぎ。ミックスジュースのメンバーでもまだ2回ぐらいしか集まってなくて、で1回はそのなんかいろいろグループ名とか決める会議で、そうだから全然がっつり一緒に過ごしたって感じではないな、まだ。でももうちょっと1週間前とかになったら毎日一緒にいるみたいな感じになるかもしれへんけど、そしたらもうちょっと仲が深まるかもしれません。
あ、でもこの間しゃべくりアワーで一緒やったけど。そう、本編は全部全チーム同じあれなんですよ。セットリスト出てこんかった。そう、セットリスト全部一緒でアンコールの曲だけグループごとって感じで、そう一緒っていうのがもうね、そうそう、アンコールだけでがオリジナリティで。でもやる人によってすごい変わりそう、雰囲気が。シンシンは2組目なんで、まあ、セットリスト予習もできるしそう、アンコールのドキドキもあるし、まあ、まだあれね、始まってないから何とも言えないけど、頑張ります。ぜひともミックスジュースの応援、グループ B の応援よろしくお願いします。そう、グループで絶対雰囲気変わると思うから、それも同じセットリストやけど見飽きないと思う。面白そう。ミックスジュース推しです。来ました、ありがとうございます、嬉しいです。B しか勝たん。さくらんぼ担当です。みんなはさくらんぼ推しですか？さくらんぼ推しになってください、お願い新進メイドからのお願いです。ミックスジュース、ミックスジュース飲みたい普通に。え、審査員次のクールで変わるん？そうなんですか？やっぱみんなの方が詳しいですね。真摯に聞かん方がいいと思います皆さんの方が把握してる。そう、知らんかった。みんな食べ物担当、そう、フルーツ担当でみんな混ぜて全員でミックスジュースですって感じです。ミックスジュースが関西の飲み物って知らんかった。このグループ結成して初めて知った。
NMB っぽくていいやろ、かわいい。今初めて知った。え、ね、知らんよね。ミックスジュースないの関東。やっぱりえ、シンシンがなんかさ、おかしいかと思った。だってみんな知ってたもん、関西だけの食べ物って、あ、飲み物って。ね、面白い。あ、チカポヨさんはなんかミキサー担当らしいです。これもあのファンの方に教えてもらって知ったんですけど、知らんかった。ミキサー担当らしい。でも確かにちょ、いいね。誰考えた人、ちょっと天才かな。そうらしいです。重要やでよ。にね、面白い。センスいい人がいました。そう、これも教えてもらって知らんかった。かわいい、超絶かわいいに影響されてるな。そのいいは、コップ担当。確かに、なんかファンの方も何々担当とか作ったら面白そうじゃないですか。ストロー、確かに、確かになんかな。わからんけど、うわ、めっちゃストローってきてる。いいですね。じゃあファンの方はストロー担当で、すごいなんか一体感が出て楽しい。よきいね。コースター、あ、確かにコースターでもいいかもしれへん。飲む人担当、あ、確かにそういうことね。ああ、じゃあストローの方がいいよか。いや、見て勝手に決めてるけど。お、メイドに見える？メイドです。ミックスジュース飲む担当、むっちゃいいやん。飲み干してください。ミキサーで作ったミックスジュースってめっちゃ美味しいやんな。
かわり、おかわりって言ってもらえるように。違う、あのミキサーっていうか、なんやろ、スムージーみたいなやつ。美味しくない？なんだろう、具を感じる感じ。意味わからん。なんかもう、なんのサラサラじゃないやつ、サラサラじゃないミックスジュース、フルーツ混ぜましたって感じのミックスジュース、美味しい。なんか高そうな感じのやつ、高級な。ミックスジュース牛乳入れますね。牛乳担当はミルさんです。みんなのまとめ役リーダー。さくらんぼはミックスジュースの上に乗ってる？じゃあ顔ってこと？キモ今の気持ち悪かったな。ドロドロの、そうドロドロのジュース美味しくない？そう、つぶつぶ系。ミジュアル担当、恥ずかしくて飲まれません。でもさくらんぼって結構さ、なんかいい味出してるくないですか？あるとない、なんかなくても成立するけど、なかったらなんか物足りへんなって感じやん。そう、そんな存在になりたい。でもぴったりやな、さくらんぼ。そう、アクセント、チームのアクセントみたいな感じになりたい。なくてもいいっていうか、でもなくても成り立つから。うまいこと言いました。今日の仕事は終了ですね。もううまいこと言えたので、半になったら終わります。あと4分だし。こうやって上映さなさ、メイドって分かる？何する？何の話する？明日も楽しみ。でも明日が最後の方が多い気がする。でも2月にまた母校へ帰れとかの振り替えが来たから、そうそう。でもこの恋なんかのお産休は明日が最後やから、30分前に来たばっかり、めっちゃ見てるやんほぼ全部見てるやん。そう、明日が最後やから。
よろしくお願いします。明日最後、やっぱ明日最後の方多そうでちょっと寂しいけど、気合い入れて、気合い入れますね。振り返ない、そう振り返ないって方めっちゃ多くて、ピエン振り返ある方はバレンタインデーやで、楽しみですね。よろしくお願いします。そうやね、僕も家帰るやから結構前のやつやから、また次のシングルでも絶対会いに来てくださいね。先週で最後、あまた次までちょっと貯めといてください、愛を。振り返りもお待ちしてます。そう、 AKB さんの方は3月もあるから、それ来てくださる方は楽しみに待ってます。月末もね、30日にもお話し会で、で次の日公演ね、ミックスジュースの公演があって、すごい2日間やで、すごい土日やな、いろんなことが詰まった。待ってますね。それじゃあちょっとライティング、ランキングを読みます。いきます。13位、おコムソーありがとうございます。12位、なおちゃんありがとうございます。一緒の名前や、嬉しい、ありがとうございます。11位、てつありがとうございます。10位、いさおさんありがとうございます。9位、そのちゃんありがとうございます。8位、ぜんありがとうございます。7位、ともたんありがとうございます。6位、たくやまありがとうございます。4位、5位、中島よっしーありがとうございます。4位、ゴンありがとうございます。3位、はっちゃんありがとうございます。2位、まさるんありがとうございます。で1位、ゆうたまんありがとうございます。ありがとうございました。いた、ありがとうございました。逃げてくれてありがとうございます。明日ある方、明日のお話し会もよろしくお願いします。今日で最後だった方はまた次のシングルで待ってます。以上、メイド心身でした。お仕事終了です。ありがとうございました。バイバーイ、ゆっくり休んでください。おやすみなさーい。